千下高富千下高富大正7年1月3日は、日本の宗教家、政治家。議会は、ジュニー。君党は、君一党。借位は男尺。出雲大社宮司、新党大社協創立者で、初代官庁、元老院議官、貴族院議員、埼玉県知事、静岡県知事、東京府知事、司法大臣、東京鉄道株式会社社長などを歴任した。 出雲大社の宮司を務める出雲国造家に生まれ、新党大社派を創始する。その後、新党大社教に改消し官庁に就任するなど、強派新党たる出雲大社教の礎を築いた。元老院議官を経て、第1回貴族院男爵議員選挙にて、貴族院議員に選出される。以来、連続4期にわたり貴族院議員を務めた。院内においては、 木曜会を旗揚げするなど、精力的に活動した。また、埼玉県知事、静岡県知事、東京府知事を歴任した後、第一次、西恩寺内閣にて、司法大臣に就任した。元織の利なは、危機をもとに、県事と、隠離事と,との対立軸を表し、県事とは現世における聖人の行う所行であり、隠り事とは目に見えない神のなせることであるとした。 平田厚種は、ノ長の権有論を、さらに発展させ、見解は有限の仮の世界であるのに対し、誘拐は無限の真の世界であるとし、死者の魂は、有名界主催神である、大国主神によって裁かれ、善なる霊魂は、天神国へ、悪鬼霊魂は、夜未国へ送られるとした。また、スサノの命は、イマリア・ナギのから、国土の統治を任された前であるとして、 アマテラス大臣が前身であるのに対して、スサノオの命は悪心であるとの従来の説を否定した。ノリナガが出雲を重視しつつも、アマテラス大臣天皇へとつながる系譜を重視したのに対し、アツタネは、スサノオの命大国主審へとつながる系譜を重視した。アツタネの思想は、幕末期を経て、出雲関係者の中に浸透し、明治期の最人論争に、 大きな影響を与えた。明治政府は、王政復古、再生一致の方針の下天皇を、天照大臣より続く万世一系の、絶対的権威として、国民強化を図るべく、国家神道の整備を進めていた。1870年大京宣布の御事のりを発し、人議官がその中心を担った。採主と強化を担っていた。 仁儀賞は1872年に廃止され、祭祀については、宮内賞が当たり、教家の機関として新たに教部賞が設置された。教部賞は、国民教家を担う共同職を要請するべく、大教員を設置したが、神道、仏教間の対立や、各周派間の主導権争いによりうまく進まず、仏教側は大教員を離脱、神道側は新たに、 神道事務局を設立するなどし、大教員は廃止された。出雲大社に建立された、千下高富教造神党事務局は、事務局の神殿における祭人として、造家三と天照大臣の余柱を祀ることとしたが、その中心を担っていたのは、伊勢神宮大宮市の田中頼りつねら、伊勢派の神官であった。これに対して、高富を中心とする、出雲派は、 有権一如を掲げ、祭人を、大国主大臣を加えた御柱にすべきとした。県と、有、見える世界と見えざる世界、生と死、これら表裏一体であるとして、県界の主神たる、アマテラス大臣と、有界の主神たる、大国主神を同じく祀る、よう主張する、出雲派に対し、伊勢派は、アマテラス大臣は、県有領会を支配する、天地大主祭であり、 他の神々はその進化に過ぎないと主張するなど、両派は真っ向から対立。果てには、出雲派が神よより続く責年の祝縁を晴らさんと、している、皇室に不定な心を持っている、千下高富を中殺すべしなど、様々な風説が飛び交った。出雲派の主張は、多くの神道者、国学者から指示を得、また伊勢派の多い神道事務局内にも、高富を支持する者が出るなど、 形成は出雲派に傾きつつあった。危機感を抱いた伊勢派は内務省や区内省などに働きかけ、直裁を得るべく工作を図った。その結果、1881年2月に開かれた新東大会議で新東事務局においては、宮中一氏最初に放裁される天神地義天章、歴代天皇の御霊を遥か廃するという直裁が下され、 これにより最人論争は伊勢派の勝利として決着を見ることとなった。高富は直裁を受け入れたが、同時に国家神道とは宗教的見解に基本的相違が存在することを知り、神道事務局から独立した形での協計活動を進めねばならないと考えた。百八十二年に神官が共同職に就くことを禁ずる通達が出たこともあり、高富は 出雲大社協会を独立して新党大社派を設立。国造職を弟の御子に譲り、自らは官長として精力的に全国を歴訪し、不況に専念した。出雲大社に混流された1月1日の火避2番については、当初、初日の光明けく収まる、三の今朝の空と、元号の明治にかけた歌詞であったが、大正に改元されたのに伴い、 同2年に現在の歌詞となった。出雲大社カフラ殿の東側には1月1日の歌詞が立っている。千家家は北島家と並び、代々の当主が出雲国造を務めてきた。出雲大社の宮司や出雲大社教の館長をはじめ、千家家は多くの神職を輩出している。明治に入ると家族に劣せられ、1884年には高富が男爵に除されている。 ありがとうございます。